壁になっちゃったね。前写真撮れたのにね。今回ですね、音楽がすごいので大きく喋っております。大きくお願いします。ミゴさんに来ているので、今回あ、そうだ、言い忘れてました。今あの6月2日の土曜日、日曜日なんですけど、来週の月曜日がリミの誕生日なので、今回はこのミゴさんで妹の誕生日プレゼントを買っていきたいと思います。もちろんお小遣い。そうですね、チャリーンですね、チャリーンはい、じゃあ選んでいきましょう。はい、はい、これよくない？これね、かわいい。何？何これ？ぬいぐるみ、ぬいぐるみ。混んでるからね、今日はね、日曜日だから、ね、うん、じゃあ混みすぎてるね。しおちゃんの好きそうだよ、ね、かわいい、こういうの。しおちゃんが好きそうな洋服発見。好きそう。かわいいじゃんこれ。かわいいね。結構みんなウィゴーで服買うんだね。ひなたちゃんもウィゴー。ひなたちゃんも、コネちゃんもウィゴーって言ってたよね。ねえ、ウィゴーか。うん、スピンズ。そう、スピンズ。あ、しーちゃんも好きそうだよ、これベルトに、これラインスカーツ、これかわいいね。すごいね、ウィゴーとかわいいんだね。あんまり洋服とか見たことなかったけどね、うん、っていうかしほちゃん、はい、今日は趣旨が違います。お洋服見に来たんじゃないの。何いいねえねえねえ、今日しほちゃんのよさ、物買いに来たんじゃないんだけど、なんかすっかりもうなんかこれかわいいわ、ね、ベルトですね。1290円、安っ。これ欲しい、ね、うん、じゃあ自分のお小遣いで買ってくださいね。自分、かわいい。新入荷だって、ほら、新入荷です。 L2500円。 L はちょっと無理だ。 L はもうとりあえずほら、ちゃんと選ぼうよ、ね、はい、じゃあ早速この辺から見ていきたいと思います。ペンですね。私これなんか白い版持ってた気がする。似たようなの持ってる。まあざっととりあえず全体を見て決める。うん、そうだね。こっちから見ようか、端から。どうしよう。カバン可愛いよ。カバン可愛い。カバン。可愛い牛乳パック。牛乳瓶が。可愛い。リムバンパウダーか、900円だ。ところで予算はいくらですか？あの、私の誕生日の月何千円ぐらい。5000円でした、リミは。しほちゃんのために5000円でした。じゃあ私、リミのために2000円でした。ケチじゃね。ケチじゃね。本気？嘘、嘘。嘘？嘘だよね。5000円です、5000円。5000円ね。あるの5000円。あるの？あります。あるの？円使い切ったらもう何これ？バンド？ヘアバンドじゃん。かわいい。かわいいね。かわいい。水色があればこれプレゼントだ。うん。お。見て、真っ白、かわいい。しほちゃんのものじゃないからね。これでさっきのさ、あのベルトしてさ。それはしほちゃんがしたよ。ついつい自分が欲しいものになっちゃいがちだけどね。うん、ミゴは強くない。あ、かわいい。鉛筆かわいい。これ怖い、この持ち方怖い。かわいい鉛筆。かわいいよね。うん、めっちゃかわいい。リミは900円だって。うん、リミは、リミだったまま水色だね。これ買おう。かわいい。いくら？900円。これ決まり1個。決まり。はい。あ、違う、900円じゃない。900円じゃないの？あ、1350円だ。さっきの哺乳瓶の方が安いんだね。ね。でも可愛いもんね。これも可愛いけどね。でもリミっぽくないね。車？車？ん？車？車？
車男の子じゃないんだからさすがに車はちょっとね。鉛筆にする。あとどういうのがいいかな。なんかすごいよ。あ、はい、前これ買ったよね。ああ。なんかプレゼント企画でこうセットになってるやつ。文房具は買ってないけど化粧のやつね。携帯グッズ。なんかいらん。あ、かわいいポーチ。夏っぽいね、こういうのね。これかわいいな。かわいいね。水色がね、ないよね。リミちゃんといえば水色だもんね。あ、かわいいこれ。あ、かわいい。なにこれ。ガンジャスみたいな。多分これね。うん。なんだろう、なんか小物入れ。小物入れ。あ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。かわいい。かわいい。小物入れかな。うん。うん。かわいい。ポーチでしょこれ。うん、かわいい。え、これポーチでしょ。うん。え、かわいい。旅行とかに持ってくのにいいかもね。なるほど。でもリミさんが使うかどうかよ。あ、そっか、私だったら。しーちゃんだったら喜びそうだけど、リミちゃんはあんまりそういうの興味ないからね。こういうなんかね、丸いさ、こういうのもなんか良さそうだね、夏は。旅行とか行くのにね。今回ね、ちょっとリミちゃんのお誕生日はね、お泊まりはね、しないことにしたので、ちょっと白ころがね、あのまだ手術したばっかりだし。そうだね。ね。スポンジ。ん？スポンジ。スポンジ？スライムとか。これ。ミーゴのお弁当箱のスポンジ。へえ。これあのスライムとかで使ってくれればさ。こうスライム入れるの？そう。これね、お弁当箱？そう。あ、ただお弁当箱にスポンジが入ってるだけ？そう。へえ。スライムで使うの？そう。わざわざミーゴの？うん。もうちょっと見たら。リミちゃんは何が好きかな。もうちょっとこっち行ってみる。もうわからないわ私。わからないわ私。わからないわ私。かわいい。何が好きなの？あ、これじゃない？水色クマちゃん。なんかメイクが入ってるよ。かわいい。これかな。水色クマちゃんは好きそうだけどね。でもリミはでもあんまり。バッグとか持たなそう、うん、しかもこれトートバッグでしょ。かわいいけどね。リミっぽい水色で。トートバッグっぽいね。トートバッグだとリミちゃん持たないかもしれない。でしょ、うん、そうやね、うん、ママどうしよう。本当に困ったね。かわいくないこれ。かわいい。それ何飾り。パーティー、バースデーパーティー、クリスマスなどのお部屋、お部屋に飾る。どうしよう、ママ。じゃあね、筆箱だしね。筆箱、かわいいけどね。これはこれ。夏っぽい。え？かわいい。良くないこれ。700円、良くないこれ。絶対使ってくれる、これ。ノリホルダーでリミ。本当？これ買おうよ。これにする。だけど、え、じゃあいくら。1840円とかだったよね。700円。2540円ぐらい。2540円です。あと2500円ぐらい。半分。もう半分きた。うん、かわいい。文房具。あ、そうね。うん、かわいいけど重そうだね。500円。へえ、かわいい。夏っぽい。これ買おうよ。これペンする。全部も水色だね。100円で、これで600円です。買います。600円。追加で、じゃあ、あと2500円で600円。1900円。だいたい1900円。水
やだ、お誕生日でしょ、もっと豪華なものをあげたくない？もっと豪華なものあげたいね。やばいです。今あのこれ全部計算、うん、あの電卓機で計算した結果がこちらです。じゃじゃん、ぴったり5000円でした。やばすごいね。大体で計算してたつもりがぴったり5000円でした。これ買いたいと思います。はい、じゃこれで決まる。ベルトだけ買おう。うん、わかった。自分のお金で、うん、それでいいから。はい、行きましょう。ベルトだけ欲しい。はい、どれ欲しいんですか？これです。これですか？チェーンベルト。チェーンベルトが欲しかったの？そうベルト大好きだね。これが欲しかったのさ。さっき見たもんね、ちょっとね。そう、1290円。 OK、 うん、OK、 買いましょう。やったー。はーい、はい、ということで、でかでかいっぱい買っちゃったからね。でっかくなっちゃったね。ね、はい、じゃあこれをね、リミにお届けしたいと思います。はい、じゃあまたお届けする動画はまた別動画で、はい、紹介したいと思います。はい、はい、ではそちらの動画も是非見てください。はい、この動画来るおしまい。うん、この動画来るおしまいです。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。あとね、あの TikTok とかもやってるんで、そちらも是非よろしくお願いします。はい、あのしほりみ研究所もね。そうだね、しほちゃんが今までちょっと運動会とかでいろいろ忙しくてなかなかアップできなかったんですけど、ごめんなさい、編集してほしい。これからちょっとね頑張って編集していくと思うので思うので思うのでぜひ見てください。はい、はい、それではバイバーイ。次の動画もよろしく。グミペア3時に